つんこさん、私はもう死んでしまおうかと思いました。何を今さら。ゆかりちゃんなんて社会的にすでに死んでるようなもんじゃぬ。そうじゃないんです、孫のしげるくんのことなんです。確か義手家庭でしたよね。そろそろデビューの時期ですね。あ、牧場スタッフ。夢が牧場長。どういう方？騎手になるために頑張ってたんじゃないの？それがさっぱりわからないんですよ。騎手家庭だったのは間違いないんですが。これで龍くんの子供たち全員牧場スタッフですね。それにしてもほんとゆかりちゃんの家族って牧場スタッフになりがちだよね。かれこれ4ヶ月くらいゆいぽやってますけど、私の家族になった人たち9割くらい牧場スタッフですよね。やっとこの呪縛から解放され騎手になってくれる孫ができたと思ったのに、龍くんの後を継いで親子2代で無敗欧州3冠達成させたかったのに。ひどい、あまりにもひどすぎますよ。まさかしげるくんが私を裏切るなんて。あのね、ゆかりちゃん、悲しんでるところ申し訳ないんだけど、ずんことしてはまんま牧場でゆかりちゃんのお孫ちゃんやご主人が満作にこき使われてると思うと愉快すぎて笑えてきちゃいます。わあはっはっは。ひどい。こうなってしまった以上今さらどうしようもないので気持ちを切り替えていきましょう。今年は2011年です。今年はパンテロという海外のウマちゃんを購入しました。前回第1部ではソロを購入しましたね。こちらのアンテロですが、史実での成績は9戦6勝、 G1 レースは1勝のみではあるものの、勝てなかったレースでも3着に入っているようです。実力としては申し分ないかと思います。お次に今年3歳になったウマちゃんたちですが、今回はオルフェーブルとフールモアのレースをお届けします。それではダイジェストでご覧ください。さあ、世代の頂点をかけてルルーシュ先頭、外から勢いよくベルシャザール、ベルシャザール先頭、内からオルフェーブル先頭、ベルシャザール懸命に追いすがります。残り 200m、 後続はまだ後ろ。2番手はベルシャザール、オルフェーブル、この馬で決まりか。完璧です、圧倒的な強さを見せました。2着はベルシャザール、3着にダノンバラード、オルフェーブル2冠達成。あとは秋の菊花賞のみ、夢の3冠まであと一歩に迫りました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。2番手はバンド、フールモア、この馬で決まりか。フールモア独走、フールモアぶっちぎりです。2着はバンド、3着にインパーフェクトガルス、フールモア米国芝3冠達成。その強さを見せつけました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エズロゲスト先頭、外から勢いよくオルフェーブル、ここで先頭はオルフェーブル、残り 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手はトーセンラー、オルフェーブル、この馬で決まりか。完璧です、圧倒的な強さを見せました。2着はトーセンラー、3着にグインバリアフィオン、オルフェーブル3冠達成。見事クラシックロードを先頭で駆け抜けました。間違いなく競馬史に残る偉業です。まずオルフェーブルですが、国内の3冠を達成してくれました。密かに欧州3冠も狙ったんですが、さすがに無理でしたね。勝てたのはイギリスダービーだけでした。それからプールモアですが、こちらは米国芝3冠を達成しました。本当はプールモアで欧州3冠を狙う予定だったんですが、なんか仕上がりが遅くて国内の重賞を勝てたのが遅れたので米国芝に変更したって感じです。今年はこんな感じですかね。いつもより寂しい結果になりましたね。そして龍くんですが、今年は18位まで下がっちゃいました。はやや。まあ、今年はがっつりと海外のレースを走らせたんで、仕方ないですね。騎乗したレースがほんと少なかったですし、龍くんも、しげるくんが騎手にならなかったことがショックで、実力が出せなかったんですよ。息子のせいにするなんて最低です。では、今回はここまでです。それじゃあ。またねー。